陛下、あれは。ガーゴイル、メツのデバイスよ。行くぞ、ヒカリ。ええ。あなたたちはここで待ってて。見せてやろう。
うはいかないよ。ヨルペ、いいのやったね。よし、私任せ。やるんですよ。いつでもいいぞ。私のままですか。覚悟はできている。崩れろ。あっち行こう。追い立てろ。やりましょう。崩れた。私に専念しましょう。相棒、お初だな。滅、あれが天の聖杯滅か。凄まじい気迫だな。同じブレードとして恐怖さえ覚えるよ。同感ね。これまでとやり方が随分違うのね。何が目的？戯れだとしたら趣味が悪すぎるわよ。飽きたのさ。飽きた？セイレーンを使ってただ沈めるだけじゃつまらない。燃え盛る豪華に包まれながら人間どもが踊り死ぬ様を見たからな。どういうこと？あれさ、このアルスがどういうもんかは俺もよく知っている。ならさ、その真の姿をさらけ出してみるのも面白いかも。貴様、まさか。俺が行使するデバイス一体一体には大型のアルスに匹敵するエーテルエネルギーが蓄えられている。そんなデバイスが10,000イーラのコアに取り付き、そのエネルギーを一斉に流し込んだよ。あまりにすごすぎて踊ってる暇はないかもな。止めたいだろう。いいぜ、止めさせてやる。さあかかってこいよ。みんな気をつけて。思い切り行かせてもらうよ。結束、もう一度。これだけの年齢歓迎してくれて俺は嬉しい。させない。させません。ここは私に。燃えなさい。フライナさい。燃え上がれ。なめんな。結束、罠積み。これでここか。私に乗るな。これなら譲りはしない。切れんな。これなら行こう。させない。私に乗るな。させない。フライナエッジ。私に乗るな。私に任せなさい。無理をなさらない。これなら譲りはしない。見えない近道。見えを譲りはしない。乗るな。ライナファイ。
しない。そこが嫌がるな。そこへ。そこへ。そこ。めっちゃ手をつけ。俺に続け。譲りはしない。どこを見ているんです。行きなさい。まだ見ようしぶとい。覚悟してもらおうか。ミノチ任せた。行くぞ。なかなかしぶといじゃないか。決めます。しぶといな。かすみ、前を頼む。ちぃ、もう一暴れ。光、交代だ。続けていきます。シン、任せていいですか。シン、食らいなさい。やっつ、こりやがる。シンの方から羽生です。あ、シン、任せて。シン、シン、ビャッキア。楽しませるじゃない。相棒のお友達がよ。アデル・オルド、イーラの跡取りか。あいつとの同調も射程じゃなさそうだな。そいつはどうも。金色の瞳、イーラ人は壁眼のはずだが、承服ってやつか。父は寛大でね。そういった分け隔てはしないのさ。錯誤だな。それが招く結果を甘く見すぎている。結果？人間ってのはそういう生き物だろう。よく知ってるじゃないか。勤勉なんだよ俺は。なら学ぶといい。は？光！受け取って！なかなかの技だ。面白いことするじゃねえか。驚いた。これこそが人とブレイドが同調する意味よ。君はそれを捨てた。はあ。必要ねえからだよ俺には。人間を見てきて確信したことがある。人間ってのは死にたがりだよな。涼しい顔して殺し合い、自滅への道をひた走りやがる。神から与えられたその命を無駄にすることにかけちゃもう天才的だ。どんな生物だって叶いやしねえ。いや、いらないんだろうな最初から。たださ、俺はその背中をちょっと押してやるために
粋な神が使わした存在、そうは思わねえか。そいつらと遊んでてくれ。あれはこの俺がいただく。みんな気をつけて。気を抜くな。そこ、そこ、あー、調子に乗るな。調子に乗るな。危ない。これで これで当てる。わかってる。乗れ、奴を追うぞ。わかった。あそこ、別か。遅えな、こいつはいただいていくぜ。別、いいね、その顔。ふん、よし、決めた。この国を消滅させるのはしばらく待ってやる。こいつを取り返したかったらアルスのコアまで来い。その時に決着だ。ふざけてる。別に退屈しのぎだよ、ただの。やら、相棒。すまん、逃がしたわ。いや、助かったよ、じいさん。一つ貸しじゃな。80年ぶりじゃな、シン。俺のこと？オルネラとよくわしの背に乗ってな。あちこち巡らされたもんじゃ。オルネラって、あの写真の？今はその娘っ子がドライバーか？ラウラです。シンとは17年前に。そうか。良いドライバーと巡り合ったの、シン。じいさん、復興の邪魔になる。ここは兵士たちに任せ、移動しないか？そうするかの。イーラの腹はどうじゃ？なあ、良さそうだな。
イーラの腹？わしは先に行っとるぞ。そうしてくれ。僕たちは陛下に報告をしてから向かう。何が抵抗軍だ。滅の侵入を許した挙句、結局封印まで奪われたではないか。返す言葉もございません。アデル。陛下、これは重大な失態です。アデルたち抵抗軍に対し、すぐにでも国民が納得する処断を。陛下。確かにそうかもしれんな。陛下。ちょっと待って、アデルはこの王都を守ろうとして。黙れ。陛下のお言葉に口を挟むな。そなたはどうなのだゼッタ。今なんと。そなたはどうなのだと聞いたのだ。それはどういう。抵抗軍を指揮するアデルを処断するのであれば、当然イーラ軍を指揮するそなたも同じであろう。何をおっしゃいます陛下。滅を取り逃がしたのは前線にいたアデルですぞ。我が軍がおれば取り逃がさなかったと。では我が軍はその時どこに。我が軍は国民の生命を守護することを第一と考え、市外で避難誘導に当たっておりました。我が国の気球に駆けつけてくれた抵抗軍、ユーゴ皇帝陛下のスペルビア軍が命を賭して戦っておるのにか。それはかような事態。我が軍こそが先んじてメスと戦うべきではなかったか。攻めておるのではないゼッタよ。お主も見たであろう、あのメスとアデルたちの戦いを。はい。どうであった。どうと言われましても、あれは人知を超えた戦い。表現のしようがありません。そうだゼッタ。うん。あれは我々が知る戦いではない。あの戦いを見て陳は確信をした。どうあがいても我らでは滅に太刀打ちできぬと。なアデルたちが成し遂げられぬことをどうして我が軍ができようか。陛下。ユーゴ皇帝陛下、武帝が失礼を申しました。今や我が国の存立は風前の灯火、抵抗軍は最後の希望の光。天の聖杯を滅するため再度ご助力いただけないだろうか。もとよりそのつもりでここに参ったのです。そうですよねアデル王子。ああ、陛下、このアデルオールド命に変えても祖国の未来を守り抜く所存です。ところでラウラ殿と言ったかな。私？はい。そなたの働きも見事であった。いえ。聞けば騎士でも兵士でもないという。はい、ここからは遠い辺境の村の出です。今は猿傭兵団に属しています。やはりそうであったか。ラウラ殿、市政の神であるそなたの働きに応えたい。
我が国の騎士の称号を受けてはもらえないだろうか。私に騎士の称号を？おお、それはいいですね。とんでもない、私なんか。何、称号なんてただの飾りさ。僕を見ればわかるだろう。それにあなたの憂いも一つ減ると思いますよ。ラウラ殿、真の勝手でそなたを利用させてほしい。今国民はメスという巨大な影、暗き絶望に包まれている。その絶望の中に花を一輪咲かせてほしいのだ。どうしよう。わかりました、お受けいたします。よくぞ言ってくれた。ラウラ殿の叙勲式は後日、王宮前広場にて執り行う。見慣れた場所でも慎重にな。はじめましてですね。この場所は作戦拠点に良さそうです。入ってるのかな。もらえるものはもらっておかないと。イーラのアルスの腹だ。ここが寿命を迎えたブレイドがアルスへと生まれ変わるために訪れる場所。では私たちもいずれアルスに。懐かしいの。800年ぶりになるかの。青龍様もここで。わしもこのイーラから生まれたブレイドじゃからの。もっともブレイドであった頃の記憶はないが、一度アルスとなったブレイドは同調したドライバー亡き後も生き続ける。やがて新たな大地となり、ドライバーたちの子孫を守り育む。刹那の関係が
永遠のものへと変わる。イーラの信仰の対象さ。永遠のもの。さて、どうします？熱はしばらく待つと言っていましたが。信じられるでしょうか？嘘ではないと思う。根拠は？楽しんでるのよ、あいつ。なら、その最も楽しい瞬間を棒に振るはずない。人間は死にたがっていると言ってたな。その背を押すとも。神が遣わした存在か。気分転換になった。さて、何しに来たんだっけ？よし、着いた。いいところだな。それ、もういらなくなっちゃったね。ああ、ラウラがイーラの騎士になったなら、もう俺が盗まれたコアから目覚めたことを咎める者もいなくなる。どうしよっか、それ。どうもしない。これからも使い続けるさ。ラウラが俺のために作ってくれたものだからな。そっか。いつかさ、いつか私が死んでシンがコアに戻る日が来るわけだよね。みんな忘れちゃうにしても、その仮面だけでも持っててくれたらいいのにな。ラウラ、いつか遠い日の話よ。気にしないで。願わくばこの日記が君の手に渡ることを願う。それを信じ、最後に私が渡してやるための方法を、我が伴侶との絆をこの身に刻む方法を残そうと。その方法とは。これで私も正式なイーラのドライバーか。思い出いっぱい作ろうね。大した人気ですね。市民からの信頼も厚そうだ。陛下の一時の推挙で
どこぞの女が産んだ男だ。ほう。天の聖杯のドライバーでさえなければ。機会は平等に差し上げたはずですが。元はといえばケイが。確かに滅を生み出したのは私ですが、あれの行動は神の意志だ。世界の破滅を神が望んでいるというのか。だからですよ、わざわざこうして来ているのです。神の意志を我々人の手でなすためにね。彼らは望んでいるのでしょうか。アルスとなり人と共に生きること。いや、あの時と同じことを聞くなと思っての。私が。お主はどうじゃ。とわしは返した。なんと答えたと思う。永遠などいらない。この命、彼女と共にあればそれでいい。うん、それもブレードとしての形じゃ。咎める者はおらん。あなたはどうだったのでしょう。さての、もしかしたらお主と同じじゃったのかもしれん。ただただこれはこれで悪くない。何年か何百年か後、人との新たな出会いが待っている。そう思うとな。新たな出会い。Thank you.
ありがとうございます。任せてくれ。新たな任務ですか。慣れた場所でも慎重にな。なんか楽しくなってきた。になりました。さて、次はどこを目指しましょう。
腕によりをかけるとしよう。さて、頑張りますか。いい気分転換になった。さて、何しに来たんだっけ。これで一安心だね。Thank you.
いる人は助けないとね。見慣れた場所でも慎重にな。この力で全てを動かす。見慣れた場所でも慎重にな。到着。見慣れた場所でも慎重にな。この力で全てを動かす。全てを動かす。この力で全てを動かす。この力で全てを動かす。
慣れた場所でも慎重にな。になった。さて、なんか照れくさい。
お役に立ててよかったです。